スーツ密院はタイの国王に任命された諮問機関である。スーツ密院はタイ王国憲法が規定するように18人を超えない顧問官で構成されている。スーツ密院はスーツ密院議長の下で運営され、現在は元首相のスラユットチュラーノンが議長を務めている。国王のみが顧問官全員を任命する。憲法に基づきスーツ密院は 多くの権限と責任を与えられている。数密院の事務所は、太陽国、万国プラナコーンクサナームチャイ通りの数密院会館にある。近年数密院と議長は、特に政治に干渉していると、非難されている。この非難は、特に2006年の大軍時空デターで軍部に対して、数密院が閉会したことに由来している。西洋人に教育を受けた、ラーマ世は、 最初のシャムの枢密院を創設した。シャムの最初の枢密院は、ラーマ5世により1874年5月8日の直令により創設された。西洋人に教育を受けた国王は、ヨーロッパの絶対王政を模倣することに熱中した。はじめに2つの評議委員会を創設した。一つは、シャム枢密院。もう一つは、国家評議会と名称を変更するである。 後者が内閣の初期の形になったとはいえ、スーミツインは法務を処理するために創設された。ラーマ5世は1910年に、知性の初めに国家スーミツイン顧問官40名を任命した息子のラーマ6世に王位を譲った。知性の15年間に国王はソンクラーン頃に新たな顧問官を任命し続けることになる。1925年に死去した時には、 数密顧問官は233名を数えた。1925年に兄弟から王位を継承したラーマ七世は当時の体制を完全に解体することを決め、代わりに三つの評議会を創設した。一つはシャム国最高評議会、二つ目は大臣評議会、三つ目は国家数密院であった。最高評議会がラーマ七世の主な諮問機関になったとはいえ、 数密院の役割は、あまり重要でないホームを扱う機関に格下げされた。1932年6月24日、人民党を名乗る集団が、軍と共に、万国で権力を掌握した。参加者は、一方的に議会制立憲君主制に、シャムを変え、シャム人民のための憲法を国王に要求して、絶対王政を廃止した。国王は同月、仮の憲法を承認し、 12月に、高級的なものと認めた。人民党は一度は、権力の座にあって、最高評議会と数密院の廃止を決定した。大臣評議会を、シャム人民委員会と共に置き換えた。1947年シャム憲法が、国家最高評議会と名称を変更して、ラーマ旧世紀の下で、数密院を再編するまでの15年しか改革は、持たなかった。 この評議会は1947年から1949年まで存続し、古文官は次の5名であった。2年後1949年太陽国憲法の下で、評議会は太陽国数密院と解消した。現在の数密院は2007年憲法により創設された。現行憲法は数密院は18人を超えない。 顧問官で構成すると規定している。数密顧問官は国王の意思のみで任命されるが、顧問官を任命するには、数密委員議長の副所がなければならない。顧問官は党派に属してはならず、従って人民代表員、元老員、選挙管理委員会、オンブズマン、大国家人権委員会委員、憲法裁判所判事、行政裁判所判事、全国反汚職委員会委員、 国家会計検査委員会委員、永続的な地位や永続的な報給を得る公務員、国営企業の従業員、その他の国務に従事する者や政党の党員であってはならず、いかなる政党の利益も求めてはならない。顧問官に任命されると就任するには国王の臨席の下で下記の宣誓を行わなければならない。私は国王陛下への忠誠と国と国民の利害における、 義務を忠実に行うことを厳粛に宣言いたします。あらゆる点で、太陽国憲法も支持し遵守いたします。顧問官は、終身制で、直令により辞任したり解任される。スライウットチュラーノン陸軍大将、スミツイン議長対のスミツイン議長は、スミツインの長で、筆頭顧問官である。国王が議長を任命する体験を保持していたが、 国王のみが決定する他の顧問官に関する任命と違い国民議会議長は議長の任命に復所しなければならない。2007年憲法は数密院に多くの役割と権限を与え、これは主として国家元首と国王をめぐる問題に関係している。国王が何らかの理由で職務執行不能になり、摂政を任命できなければ数密院は 国民議会にふさわしい王族の名前を伝え、その際投票で伝えるべき王族を承認しなければならない。摂政不在中は一時的に数密院議長が摂政になることになる。この規定は摂政が職務不能になり、義務を遂行できない場合にも適用される。この場合数密院議長は一時的にその職務を交代することになる。 1924年を多継承法の改正について国王は改正案を数密院に諮問しなければならない国王が承認し署名すると数密院議長はこのような改正に復署することを国民議会議長に通知する王位が空位になると数密院は王位継承者の名前を内閣と国民議会に伝えなければならない空位の間は 数密委員議長が一時的に接招になる。この憲法から委任された機能とは別に、数密顧問官には別の役割がある。例えば数密顧問官の立場を離れて、顧問官は王室や王室の行う事業の枠内で他の義務を遂行できる。例えば茶尾ナ・シーンワン博士が王室財産局局長であるとはいえ、顧問官数人がマヒドン財団の会員でもある。 これとは別に顧問官は時に直令に基づき公式の儀式に参列したり、国王や着立王朝のために公務を行うことも可能である。2016年現在のラーマ10世の数密院は、主として退役した軍の首脳と放送会出身者で構成されている。ありがとうございます。